誰もが認めるキングブランド、ロレックス。精密なムーブメントを、水気や不意の衝撃から守るために開発された、オイスターケース、スクリューバック、スクリューリューズなど、ロレックスの先進性と、高い技術で生み出されたパーツによって、時計は、タフな環境でも使用できるツールへと進化しました。以来、このロレックスのスタイルが、スタンダードな腕時計の形として、今日まで受け継がれています。高価で品質の高いパーツを採用したこのオイスターデイトはロングセラーとなり、ロレックスの黄金期を支えた人気の高いモデルです。ダイヤルはシルバーカラー、インデックスはアップライトのロングバトン、バーハンドの組み合わせです。ムーブメントはロレックスの手巻キャリバー1225を搭載。故障の少ない信頼性の高い機械です。定期的なメンテナンスで一生お付き合いいただけるのもロレックスの魅力の一つです。ブレスレットはロレックスの3連巻き込みタイプ、巻き盤を組み合わせたシンプルなブレスレットです。コンディション、ダイヤルは軽く経年変化していますが、目立つ大きなシミなどはなく、良い状態をキープしています。夜光は新夜光です。ケースは経年の擦れ、小傷、やや痩せがあります。ブレスレットは現状11個が約 17.5 センチです。操作方法、リューズの締め込みを解除します。ゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。デイトは針を回してチェンジします。操作後は締め込みます。付属品、ヴィンテージボックス、取扱説明書、余りコマが一つ付属します。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅約19mm、ケース径約 34.5mm、 リューズ含まず。縦ラグタンからラグタンまで約 42.5mm、厚さ約 12mm のメンズサイズです。こんなロレックスこそ大歓迎。ギャラなし、付属品なし。日本ロレックス受付終了。買取を断られた。放置したまま長く使っていない。コレクション就活。遺品整理。古すぎて価値がわからない。販売価格やご心配なこと、何でもお気軽にご相談ください。